三丁目劇場は、かつて、岡山県岡山市北区にあった劇場。別称として、岡山三丁目劇場と呼ばれることもあった。1999年、岡山市の市街地活性化施策の一つとして、吉本興業に支社の誘致を依頼。2000年4月7日、吉本が岡山県における本拠地として、吉本興業岡山事務所を設立。それに伴い、吉本三丁目劇場として開場した。漢字表記の吉本がひらがな表記の吉本となり、吉本三丁目劇場と表記されることもあった。2005年3月31日をもって、吉本が岡山から撤退、岡山事務所は広島事務所へ吸収合併された。それに伴い、岡山市へ運営権を譲渡し、4月1日より三丁目劇場へ改称。岡山市譲渡後も一部では吉本運営当時の旧称を使用することがある。2013年3月31日に閉館し、13年の歴史に幕を閉じた。2018年7月4日、再開発準備組合と株式会社フージャースコーポレーションが複合ビルの建設協定を締結したことが発表された。2022年度着工、2024年度の完成を目指している。スーパーベースライブ岡山主な出演者市民サークル、主に地元の市民サークルなどによる活動の基幹場所として機能していた。地元の大学サークルによる催し物、上演 JR 岡山駅より三丁目劇場条例。ありがとうございます。